お手紙ついてますね。これは分かりやすい。新品購入しましたが不具合品でした。最初から丸1、最初から9時1の積算機が勝手に動いて、積算機が動いて、当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ほら、最初からこれがあるタイプなのかな。ベゼルに墨入れか。OK。では普段やってるパッドミクロノグラフ加工ですが、これで売ってるらしいです。初めて見るね。ただ積算機は動くようなモデルなんですよね。では見ていきましょう。おお、ハリボテだ。ハリボテなんだ。しかしすごいな、このハリボテもあるんだ。まあ、おそらくパッド見加工なのに2813系の8205とかっていう、まあ普段加工してるやつですね。あれっぽいんですけどね。しかしというよりむしろそれなんですが、ここまでこうきっちり作られてんだ。これで取るとこれは意外とあれですね。だったらなんで積算系を動くようにしたんだろうね。そこも固定してくれりゃいいのに。こういう爪の甘さがやはり中華勢なせる技ですね。まあでもこれね、スペーサーの役割も果たしてます。このハリボテがスペーサーの役割も果たしてるので、これごと外れてこないんだよね。よし、まあ悪心の形を見ると2813だな。でもだよ、でもこれを見ると、大丈夫だ。このままムーブが外せる。マジか、ムーブじゃねえや。このままあれだ。そう、まあスペーサーの役割を果たしてますので、中にこう入り込んでる。なのでこのまま文字盤を外せるような感じです。このまま針を抜いて、で表側のですね、積算計を稼働させている。まあ積算計というよりも、まあ時計の機能として言えば日付、そして曜日の表示になってるんですよね。そこのレバー関係をすべて外してしまいます。なのですべてもう動かないようにしてくれということなので、まあ、いつもやっている加工ですね、それと全く同じ時計、全く同じムーブメントなので、それをやっていきましょう。そう、あとはモジュールですね。モジュールをあとは外していくだけとなります。これは取っといて、これも取っとく。あとは同じじゃない、基本的にあれだ。要はプッシュボタンで早送りができるもんで、そのプッシュボタンで早送りできなくしてしまいます。すべてレバー関係、バネ関係をすべて外してしまいます。残すのはその針が乗っている歯車だけ、あれを接着剤で固定してしまうんです。なのでその辺に関わるものすべてを外してしまいます。この辺すべてですね。でここも早送りの、まあ、パーツですね。あとは時間が、これなんていうのかな、24時間でね、日送りできたりするので、その辺の歯車もすべて払ってしまいます。取っ払ってしまいます。でここに残るのは秒針の歯車、そして固定するための歯車を残します。で、まあ、接着剤でつけますので脱脂をしておきましょう。必ず脱脂をしていた方が、まあ、接着剤の乗りは良くなりますのでね、ベンジンでもって脱脂をしておきます。
ではね、まず歯車1個乗せますね。これはもともとある歯車、これに思いっきり接着剤をつけてしまうんです。そしてもう思いっきり固定してしまう、もうガチガチに固めるような感じですね。でもう1箇所ですね、これもそもそもあった既存の場所に乗せるんですが、それをもう接着剤でもって固定してしまい、そのスモールセコンドの針はこれに乗せるんです。固定したこの歯車に乗せるっていうような感じになります。そうすると固定されますんでね。ついでにオイルを挿しておきましょう。ここはスモールセコンド、6G1 の秒針の位置ですね。秒針の位置は動きますので、そこはオイルを挿しておきます。あとは受けを乗せていくだけで、まあこのムーブメント、この受けのビスが相当に多いです。7箇所ぐらいあります。そんなにいらんだろうと思うんですが、重要視するのはその秒針の位置ですね。秒針の位置の何ていうのかな、ネジはきっちりつけるようにしましょう。これで文字盤を乗せてしまえば、もうあとはねスモールセコンドの針を乗せても、どこにまあ乗せてもまあ固定できるといったような感じになります。でこの脇から文字盤のこのエトワシの足にアクセスできるんですよね。そこできっちりと固定してあげて、うん、どうでしょう、きっちりとねできました。いい感じです。あとは頼まれていた墨入れ、その作業をやっていきましょう。いや、その前に前回確認していた7750の積算系の常時稼働が治ってるのかどうかというのをね、まあテストしていたんですが、もうすでに治ってました。治ってましたというよりも常時稼働しないような感じですね。きっちりと組めてあげて、そしてまあ動かないようになってました。でまあクロノグラフを動かした時にだけきっちり稼働するというような感じ、うん、その通常の形に戻ってました。うん、バッチリ組み上がってましたのでね。なので戻していくだけとなります。あとは通常の7750のケースにまあ入れていく、まあ元々のケースに入れていくだけですね。まあ今回はなんていうのかな、かなり気持ちいい作業でした。モジュールが悪いっていうのもなかったですし、要は積算系、要は自積算系ですね、そこが常時稼働しっぱなし、とあるパーツを交換してあげればそれで完了といった感じですので、まあバラす点数はかなり多いですが、意外とこの気持ちいい作業ですね。はっきりと原因が分かっていたので、この分かりやすいというかね、修理しやすい箇所でした。モジュールの修理なんかよりも全然こういった作業の方がいいですね。あとはね、クロノグラフを稼働させてみて、で、まあ、積算系がきっちり動くかどうかもチェックしていきましょう。要は前回のそのね依頼は、このクロノグラフを稼働していると自積算系も一緒に動く、まあ、それが通常なんですが、これ通常じゃない普段も動いてしまうというのが今回の症例でした。そう、7750は完了。では墨入れをやっていきましょう。墨入れは
墨入れもきっちり終わりましたので、あとはパッと見のムーブメントですね。パッと見クロノグラフのムーブメントを戻していきましょう。ハリボテモデルですね。まあ普段のその2813との何ら変わらない作業ですよね。あのムーブメントのその特性としましてはまんま2813です。マキシンなんかも全く同じですし、ただ六芯なだけですね。六芯なだけ、基本ベースは2813ベースとなっております。ただこのハリボテを乗せることによって若干このローターの動きが阻害されるので、そこまで2813のうるささはないといったような感じですね。ローターもあまり回らないような感じ、回らなくしてありますね。ほら、回らないように作ってあるのかもしれない。うるさくないように作ってるんですね、うん、この辺は意外ときちんと考えられてますからね。ああ、そう、きちんとね、積算形も前を向き、で61の秒針、クロノグラフも固定、完璧です。あんな、ちょっと文字のあれだね、刻印がちょっと薄かったり、わからんわ。なんで人がやる。ということで今日はまあね、過労テストをさせていた7750ですね。要はあそこ、まあ積算計がきっちりとこう止まってるのかどうかのチェックをしてる間にパッと見加工品を加工するといったような手順を組んでいきました。7750搭載モデルはもうきっちり動かなくなり、動かなくなり、きっちり動かなくなりっていう表現はちょっと変ですけど、要は動かないところ、動くところ、きちんとした正常な動きに戻すことができました。7750の方はね、でまあもう組んじゃったんだけど、もう戻っちゃったから、もう組んじゃったんですけど、あとはあれですね、パッと見加工品見ました。ハリボテが乗ってんだね。うん、ってところやっぱり、ね、考えてるね。意外と考えてんだと。ハリボテ乗せたんだと思ってさ、でハリボテがスペーサーの役割を一緒に果たします。なのでなかなかハリボテごとバーンと取れるってことはそうそうなかったんで、あのまま作業しました。でまあ見た感じ、いつもやってるムーブメントですね、2813系の8205モデルっていうのかな、まあまあそれとそっくりなので、表側ね、裏側はまあ見なかったですけど、あの巻き心地とか多分そうですね、まんまそれですね、6芯のねモデル、ムーブメントですね、あれでしたから、まああれのね余計な部分も全部取っ払い、で針を固定する、針を固定する歯車だけはあそこ接着剤で止めるんです。であの受けを乗せて文字盤を乗せれば、あの文字盤に針がトンと乗るんですよね。きちんとスポンと乗るの で、まあ、固定できるといったいつもとやり方一緒でございます。あの方式でやってんだな。まあ真ん中のクロノグラフのやつを見たかったよけどね、まあそこまでバラすのはちょっとやめとこうと思って、余計なことはしない方がいいですからということでね、あとは墨入れですね、いつもやってる墨入れですが、墨入れをこうすることによってね、セラミックモデルは特に彫り込んでますから、その彫り込んでるところがね黒くなるとやっぱりね、あのみそぼらしく見えてきます。なので墨入れもしてくれということだったので、墨入れをきっちりしてあげて、またパキンと文字がね浮かび上がり、2本比べると意外と分かんないね意外と分かんない。あれクロノグラフが動くからまだ分かるけどさ、こうやって見てもさ、どっちだと思うぐらいね、意外と分かんないね。比べても意外と分からんもんだね。
ってことは腕にしてる時なんかもう分からんな、どっちがどっちか分からん。であればね、パッと見加工品で十分だよね、十分で。クロノグラフなんか動かすことないからね、そろそろね。だったらあれ十分だなと思うんですけどね。うん、まあ、ああいうのもあるんだね。あの、ハリボテ乗ってるパッと見加工。初めて見ました。初めてだった、あれは。面白いな。ああいうのもあるぜ。面白い。これから先増えてくんのかな。増えてんだ、これね。まあ、ね、そういったモデルが なくてね、俺がパッと見クロノグラフ加工をいつもやってますが、まあまあそれでしたが、それにまた、ワオ、それにまた加えて、ハリボテを乗せてきたっていう。初めて見ましたね。これはですね、俺とあの中華のこのしのぎ合いでもありますね。違うか。違うよね。まあでもね、結構まあまた面白いものを見させていただきました。また増えてくるんでしょうね。多分増えてくるような感じもしますね。うん、あれだと増えそうな感じですね。あんまあれでいいもんね。まああれでいい。正直あれでいいっていうようなところありますね。比べてもそんな分からんし、ね、意外といろんなのあるな、いろんなのありますね。うん、面白い、面白いなと思って、今回はねかなり勉強になりました。本当にありがとうございます。まあ今回もね、7750、同じモデル、全くこのね7750とパッと見加工のモデル、全く同じ色味も全く同じだったんでね、どういう、まあ同じ依頼者さんだったんですよ。どういう使い方をしてるのかなとはちょっと気になりますけどね。どっちかでこう、今日はこっち、今日は今日こっちって言ってもね、同じだからね、同じだからね、どういう使い方してんだろうなっていうのはちょっとね、気になるところですね。で、あとね、この依頼者さんからあの、いただき物をプレゼントをいただいたんですよ。もう使わないから使ってくださいってことでね、それをね、今度ぜひね、紹介したいなと思ってます。いいのが入ってました。さすがですね、こういう方はね持ってますね。持ってます。あー、これ入ったみたいなね、持ってますね。またそれがね、機会があればまたね、ぜひご紹介したいと思いますんで。ってことでね、今日はまた初めてのものを見させていただきました。パッと見加工が売ってるんですね。コピーしてるんですね。やりますね。っていうのはね、ちょっとね、あの見させていただいて勉強になりました。ありがとうございました。勉強になった。はい、まあでもあれですね、このパッと見加工もハリボテが乗っていて、でローターが回りづらいように、うるさくないようにしてるから、果たしてそれがどれだけこのね自動巻きで巻けるのか、うん、っていうのが気になるところですよね。要は肩巻き機構ですから、ぐる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 って巻いて、巻いた反動で戻った反応でこう巻き上げるから、それが少なくなると負けんのかなというところもありますからね。どれぐらい負けんだろうっていうのがちょっと疑問になりますね。うるさくないように止め気味にするってことは、この反動がないってことですからね。まあ、両巻きであればどっちでもこう巻けますから、その心配はないんですけど、肩巻きのムーブメントを静かにするためにあまり回らなくするっていうのがちょっと疑問なんですよね。俺もちょっと疑問に思ってます。負けんのかなってね。まあ負けないのであれば、ちょっとまたね、依頼者さんから多分連絡が来ると思いますんで、その時また楽しみにしておきましょう。ということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。結構ね、日々の作業なんかね、そちらにアップしてたり、あとね、依頼者さんの方にこうよくお土産をもらうんですよ。そういったものをね、どんどんインスタにアップします。いろんなものがね、くれる方いますね。面白いですよ。それがまた面白くてね、まあ動画にするのはね、たまにこう出てくるんですよね。たまに出してるんですけど、まあ何て言うかな、こう生ものとかあるんですよ。生ものとか、生ものはさすがに大体この手元に来てね、あの作業する前でも1ヶ月ぐらいかかるんですよ。この相当かかるんですよ。相当な量が本当にあるんで、まあできてもね、ここでまあできても1日1本の時もありますし、5、6本バーッと進む時もありますから。なんせこれ溜まってるのに、ね、お菓子類はね、あのお菓子入ってます、言ってください。生物入ってます、言ってください。あのね、生物とか嬉しいです。正直めちゃくちゃ嬉しいです。お酒もありますからね。そういったね、あのこれ入ってるって言ったものはね、
結構インスタでアップしますんで、そこもねやっぱりインスタで、インスタツイッターでね、楽しんでください。こういったものをくれるんだっていう人結構います。レアなものもありますね。楽しいんですよ、本当に。本当に楽しいですよ。だからね、そういったものもね、見るために、インスタ、ツイッターもね、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あとはね、修理依頼はインスタ、ツイッターですね、そちらでメッセージを飛ばしてください。結構まあ、返事返すまで時間かかってますんでね、気長にお待ちください。ってことで、勉強になりました。全3話にわたってね、お送りしてきたこのデートナーと、パッと見モデルとこのデートナー7750 の, その比較でもないですけどね、それぞれねやっぱね、悪いところが出てきましたね。7750の悪いところで、このパッと見モデルの加工で買ったっていう人のね悪いところ、関田家が動き続けるっていうね、そういったものもね見えてきましたね。なかなかね勉強になったんではないでしょうか。ってことで、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。See you.